リック365で始めていこうと思うんですけど、はい、講座解説って、うん、はい、クリック365はどういうふうに進めていったらいいんですか？講座解説ですよね、はいはい、通常の FX とも同じなんですけど、はい、まずはこのクリック365を扱っている、証券会社とか FX の業者のウェブサイトに行って、はいはい、そこから講座解説はこちらっていうなんか多分ボタンがあるんですよ、うん、でそこをクリックをして、はい、必要事項を記入して、で送信して、でそうすると多分な自動返信メールとか届いて、はい、あとはなんかこの書類を添付してくださいみたいな、例えばその、身分証明書とか、そのマイナンバー番号とか、はい、その社名とか、はい、っていうのをこう添付して送って、それでまあ基本的には審査通るんで、で大体まあそれで、まあ、1週間あれば大体口座も開きますよね。うん、で開いたら、お金を入金したらもう売買スタートできますっていう状況になるんで、はい、それすぐできますね。で、ちなみにクリック365を扱ってる業者ってまあ結構ねあるんですけど、はい、まあ、何個かちょっと書いておくと、例えば、ね、GMO クリック証券とか、はい、あとは有名どころで言ったらね、こう大和証券とか、あ、まあ大きい証券会社ですよね、大和証券ってね、はい、あとは野村、これも聞いたことあります、はい、野村証券ね、営業が鬼のようにきついという、うん、余談ですけどね、あの知り合いで後輩で野村証券入って、はい、もう営業でヒーヒー言ってるやついたんで、とか外為オンラインっていう FX 業者とか、はい、FX ブロードネットだったかなっていうふうに、あの何社もあるんですね。でこれのどこからからか、まあ好みのやつを、例えば GMO クリック証券だったらね、非常に大きい会社なので、はい、まあ、安心感あるじゃないですか。だからそういうところを選んでもいいと思うし、でちなみに GMO クリック証券って FX、ね、クリック365を扱ってるんですけど、通常の業者の FX もやってるんですよ、はい、その辺はちょっとあの混同しやすいので、はい、しっかり選ぶときに注意してほしいんですよ。で GMO クリック証券は普通の FX 業者の、仕事もしてるので、取引所につながないこの業者の中だけでの売買、はい、完結させる売買っていうのもやってるんですね。 GMO クリック証券の中だけでやる通常の FX 業者の、形態もやってるし、取引所にこう仲介するクリックさんの子も扱ってるっていう、両方扱ってるとこもあります。へ、うん、まあ、外貨のオンラインもそうですね、はい、FX ブロードネットもそうっていうふうにあるので、その辺だけ気をつけて、はい、選んでもらったら、まあ、基本的にはもうスムーズに口座開設の方は、できると思います。口座開設って、はい、できない人とかっていないんですかね？できない人はね、ね、いなかったらいいと思うんですけど、はい、いるんです。いるんですか？いるんです。それはね、どういう人かっていうと、まあ、まず品案はできないですね。できないですか？冗談ですけど、まず何個か条件がいろいろあって、はい、まず一つ目が年齢ですよね、はい、でやっぱりさすがに20歳、はい、未満の人はちょっとダメですとかっていうのは結構これ結構もうどこもそんな感じ。うーん、であとは上も上限があって、はい、これも証券会社とかその業者によって違うんですけど、75からだいたい85歳以上の人はあのダメですっていう条件があったりするですよ。だこの間だったら OK みたいな。なるほど、うん、これ一つですね、はい、で二つ目に、まあ、その持ってるお金ですよね、うんうん、でそもそも考えてほしいんですけど、その FX ってアルバイトと違って、はい、まあ、あとは普通の通常の仕事、例えばその自分の頭脳知識を使って仕事をしてお金に換える、自分の肉体労働力を使ってお金に換えるって、いろいろお金に換える方法あるじゃないですか、はい、FX っていうのは知識スキルももちろんそうなんですけど、それを増やすためのその触媒みたいなものがお金なんですよ、はい、うん、だからお金がそもそもなかったらあの増やしようがないから、一定額のお金はあの持っといてくださいねっていう条件はある、はい、でそれが大体これはもう会社によって違うんですけど、はい、まあ50万円の金融資産は必要です、うん、最低、うん、でチェック入れてくださいみたいな、はい、50万円以上ありますはいみたいなとか、まあ会社によっては100万円っていうとこを指定してくるとこもあります。100万円以上、
ていうふうにちょっとね業者会社によって違うんですけど、こういう条件があったりとか、はい、まあ、金融資産なんで現金ではないんですよ、うん、だから家とかね車を売っ払ったら大丈夫ですっていう人は全然だ、はい、いけるんで、はい、なるほどなるほど、いざとなったらまあこのね車を売っ払えばいいかみたいな、そのぐらいのね肝っ玉があれば、はい、サラリーマンの方とかは非常にまあ有利っちゃ有利ですよね。有利です。だって定職ついてて毎月収入があるわけだから。ああ。うん。そうですね。うん。そういう意味では非常にまあ口座開設でもう開けられないということはまずない。で、まあ無職の人でも別にね金融資産が少しあればできるので。で三つ目まあ主なやつだけ話します。三つ目はねマイナンバー。マイナンバー。うん、これ出たじゃないですか。はい。義務化されたので。マイナンバーの番号をちゃんと通知してくださいと、うん、だからこれを忘れてたり、はい、自分のマイナンバーのカードどっか行っちゃって分かんないっていう場合は、はい、それをまずもう一回再取得して調べてから、はい、口座開設をするっていうことですね。なるほど、うん、まあ、4つ目は、同じこういう金融取引業者に勤めてる人は、はい、開けられませんっていう場合は結構あります。へ、まあ、要するにライバル業者とか、あ、同じ、ね、業界の人にバンバン来られると、ね、内部情報漏れたりとかいろいろ不都合があるので、はい、そういうのはダメですっていう、大体まあこの4つ、まあ、同業者とかね書いておいたらいいですけどね。なるほど、まあ、金融取引業者と言うんですけど、この辺はまあちょっとダメですよみたいな感じになってきますかね。なるほど、はい、まあそんな難しい状況も特にないんで、はい、普通にやればまあ基本的に口座開設はできますね。